ヨーロッパ、ヨーロッパ、ポルトガル語、または欧州は、地球上の七つの大州の一つ。漢字表記は、オーラともえ。地理的には、ユーラシア大陸北西の半島部を包括し、ウラル山脈及び、コーカサス山脈の分水嶺とウラル川、カスピ海、黒海、そして、黒海とエーゲ海をつなぐボスポラス海峡、マルマラ海ダーダネルス海峡が、 アジアと区分される東の境界となる。面積から見ると、ヨーロッパ州は世界で2番目に小さな大州であり、1018万キロメートルは地球表面積の2%、陸地に限れば6.8%を占める。アジアにまたがる領土を持つロシアは、ヨーロッパ50カ国の中で面積及び人口第1位の国家である。対照的に最も小さな国家は、 バチカン主国である。総人口はアジアアフリカに次ぐ7億3300万。これは地球総人口の11%である。ヨーロッパ、特に古代ギリシアは西洋文明発祥の地である。これは16世紀以降の植民地主義の始まりとともに世界中に拡散し支配的な役割を果たした。16世紀から20世紀の間、ヨーロッパの国々は アメリカ州、アフリカ、オセアニア、中東、アジアの大部分を支配下に置いた。二度の世界大戦はヨーロッパを戦下で覆い、二十世紀中頃の西ヨーロッパによる世界への影響力減衰に結びつき、その地位をアメリカ合衆国とソビエト連邦に奪われる結果となった。用語、ヨーロッパは歴史が展開する中で使われ方が様々に発展した。 地理用語としてのユーラップの記録に残る最古の使用法は、エーゲ海の南海岸を指したもので、デロストのアポローンに捧げられたホメーロス風参加にある。初めてヨーロッパとアジアを区分した地図は、ミレトスのヘカタイオスが作成した。ギリシアの歴史家ヘロドトスは、著書、歴史第四章にて、世界がヨーロッパ、アジア、リビアの三箇所に分けられ、その境界は、 ナイルガーとリオに川であることを示唆した。彼はさらに、ヨーロッパとアジアの境界は、リオに川ではなくドン・川とする考えもあると述べた。一世紀の地理学者ストラボンも東側の境をドン・川と考えた。の人物の著述や、ヨベル書では、各大陸を、ノアから三人の息子たちへ、それぞれ与えられたものと記している。そこでは、ヨーロッパは、リビアとの境となる。 ジブラルタル海峡のヘラクレスの柱からアジアとの境となるドン川まで広がる地域としている。ヨーロッパの文化に言及すると、まず大きく東西二つに分けられ、西ヨーロッパはラテンごとが結合し8世紀に形成された地域となり、ゲルマン民族の伝統とラテン系キリスト教文化の交流と表され、東ヨーロッパはビサンティン帝国となる。 これらはイスラム圏と対比することもできる。西ヨーロッパ地域はイベリア半島北部、ブリテン諸島、フランス、キリスト教家されたドイツ西部、アルプスそして北及び中央イタリアが該当する。この考えはカロリング朝ルネサンスの影響を受け継いだものでカール大帝の文化賞となったアルキンの手紙の中にしばしばヨーロッパの単語が見られる。 このような文化的また地理的な区分は中世後期まで用いられたが大航海時代にはそぐわなくなった。ヨーロッパの定義問題は最終的にスウェーデンの地理学者建築制作者のが提唱した水域ではなくウラル山脈を最も重要な東の境とする1730年の案がロシアツァーリ国を皮切りにヨーロッパ各国の支持を集め解決を見た。 現代ではヨーロッパとはユーラシア大陸の北西に位置する半島と認識され、北、西、南が大きな水域で区切られた陸地と認識される。東の境界は通常ウラル山脈からウラル川を経由してカスピ海に接続し、そこから南東にあるコーカサス山脈を通って国海、ボスポラス海峡そして地中海までつながる。社会政治学的、または 文化的な側面を考慮すると、ヨーロッパの境界は、様々な言及がなされる。例えば、キプロスは小アジアのアナトリア半島に近接しているが、ここはしばしば、ヨーロッパの一部とみなされ、現在では、e、EU の一員でもある。逆にマルタは長い間アフリカに属する島と、受け止められていた。ヨーロッパという単語は、欧州共同体、ヨーロピアンユニオン、EU のみを指す。 地政学的な制限を加えて用いられることもあり、さらに排他的な要領や文化的な中心地と定義する場合もある。その一方で、欧州評議会には47カ国が参加しているのに、対し EU 加盟国は27カ国に過ぎない。単語ヨーロッパの語源には様々な説がある。古代のギリシア神話には、主神ゼウスが白いお牛に変化してさらった。 フェニキアの王女、エウローペーが登場する。ゼウスは彼女をクレタ島へ連れ出し、そこでミイノーすら三人の子供を得た。このエウローペーがヨーロッパの語源という説がある。他に、広い、幅広いを意味するギリシア語のに、目を意味する、顔を意味する、僧帽を意味するが付加され、合わせたは、広く熟視するや、幅広い方角という意味を持つという。 初期インドヨーロッパ語族の信仰では、広いとは地球そのものを指す形容詞であった。他の説では、セム語派の言語に源流を求め、アッカド語の太陽が沈むところが元だとも言い、フェニキア語の夕方、西アラビア語のマグリブやヘブライ語のと同根語だという。ただし、は、ヨーロッパとセム語の単語との間には、音韻論的に合致する部分がほとんどないと主張した。 ヨーロッパの大半の言語で発音こそ違えど綴りはであるが英語、フランス語では末オ音が脱落しとなる。英語での発音はで、オックスフォード英語辞典オンラインが示すの発音記号はイギリス英語ではアメリカ英語ではである。日本語のヨーロッパは何らかの外国語の発音を直接に音社したものではない。この語は戦国時代末から 江戸時代初期にポルトガル語のエウロッパから借用され、エウロツワと表記され、エウロッパと発音された。即音の挿入は原音を反映したものではなく、当時の日本語では、即音、発音の後にのみ音が現れたためである、カッパもその例。その後、エウが、駆動超音化規則により、ように繊維し、ヨーロッパとなった。漢語では、オーラともえ、 オーラ友へともえと恩舎されたため、中国語では漢字で欧州と表される。日本語においても欧州連合のような漢字表記もあるが、カタカナ、ヨーロッパの方が一般的である。ちなみに、オ王オという漢字は本来、体を曲げてかがむという意味であり、吐く、戻す、殴る、歌うの意味にも用いられたが、現在ではこれらの用例はほとんどなく、当て字としての ヨーロッパの意味で用いられている。多くの主要言語ではから派生した単語が大陸もしくは半島を指して使われる。しかし、トルコ語ではペルシャ語を語源とするフランク人の土地という単語が正式名称の矢よりも多用される。ヨーロッパとは歴史や伝統、文化に共通する地域を類型化してできた地域名であり、地学上は ユーラシア大陸生誕の半島に過ぎない。そのため、領域は関連的なものである。ヨーロッパ大陸の起源は、22億5000万年前のフェノスカンディアと形成まで遡ることができる。その後、ボルガウラリア縦上地も形成され、この三つがアーサリ東ヨーロッパクラトン、バルティカ大陸へ発達した。これはさらに集積し、超大陸である。 コロンビア大陸の一部となった。約11億年前には、バルティカとローレンシア大陸の一部であったが合わさり、ロディニア大陸となった。約5億5千万年前には孤立し再び、バルティカ大陸となったが、約4億4千万年頃にまた、ローレンシア大陸と衝突して、ユーラメリカ大陸が形成、後に、ゴンドワナ大陸と合わさり、パンゲア大陸へと成長した。 一億九千万年前、大西洋へと成長する分断が始まり、パンゲア大陸はゴンドワナ大陸とローラシア大陸に分かれ始め、時期にローラシア大陸もローレンシア、北アメリカとユーラシアに分裂した。ただしこの二大陸は長い間グリーンランドで繋がっており、動物の行き来があった。これも五千万年前頃から海面の起伏や低下活動を通じて、 現在に通じるヨーロッパの姿が形成され、アジアなどと接続した。現在のヨーロッパの形は500万年前頃の第三期予測に形成された。ヨーロッパに定住した初期のヒトカは約180万年前にジョージアにいたホモゲオルギクスである。他にもスペインのアタプエルカからは約100万年前のヒトカの化石が発見された。ドイツのネアンデルダニオ、 名の由来とするネアンデルタール人がヨーロッパに現れたのは約15万年前であり、紀元前2万8千年頃には気候変動などの要因からポルトガルに最後の足跡を残し絶滅した。彼らにとって変わったのがクロマニョン人であり、ヨーロッパには4.3万年前から4.0万年前頃に進出した。新石器時代には作物の栽培や家畜飼育の開始、 定住人口が著しく増え、土器の使用も広範囲に及んだ。これらは、紀元前7000頃に、農業の先進地である、アナトリア半島や近東からの影響を受けた、ギリシャやバルカン半島で始まり、南東ヨーロッパからドナウ川やライン川の渓谷を、スタッテを形成し、地中海沿岸経由には、紀元前4500年から前3000年頃に、伝播した。これら新石器時代の文化は、 中央ヨーロッパから西や北端まで達し、さらに同期の製法技術が伝わった。新石器時代の西ヨーロッパは大規模な農耕集落ではなくヤクルガン、またはのような遺跡で特徴を付けられる。オノ文化の流星がヨーロッパを石器時代から銅器時代へと転換させた。この期間、マルタの巨石神殿群やストーンヘンジなどの巨石遺跡が西、または南ヨーロッパで建設された。 ヨーロッパの鉄器時代は紀元前800年頃にハルシュタット文化が担い始まった。歴史家ヘロドトスは世界にてヨーロッパ型案に西の地を指すのみならずアジアと異なる世界であることを記述した。彼は第七章にてペルシア戦争時のクセルクセス一世と亡命スパルタ人デマラトスとの会話を記しているが、ここで クセルクセス一世は統率者不在で自由法人にあるギリシア人がペルシアの大軍に反抗するとは思えないと語る。それに対しデマラトスはギリシアの自由民は自ら定めた法に忠実であり幸福勧告を受諾することはないであろうと返す。ヘロドトスは神聖的絶対君主に霊属するアジアと国民たちによる規律ある自由のヨーロッパを退避させている。 しかし厳密にはヨーロッパではなくギリシャを退避させている。ヨーロッパは比較的自由だがギリシャは自由だとしている古代のアリストテレスと共にヨーロッパと自己を区別したギリシャの自意識がここにある。このような退避はアイスキュロスのペルシア人にもあり、ペルシア人の合唱体がクセルクセス一世の母、アトッサを神の日であり、母と称えるのに対し決戦に向かう。 ギリシア人が祖国に自由をと叫ぶ姿を描写した。古代ギリシアではこのように霊属を特徴とするアジアとは異なる。社会形態を持つ地として自らの社会を区分する概念を持っていた。以下はヨーロッパはユーラシア大陸西の1、5を占める陸地であり、アジアとの地形的に明瞭な区分を持っていない。ヨーロッパの主軸三景は西から ヒレネー山脈、アルプス山脈、カルパティア山脈、ディナルアルプス山脈がある。これらは急峻ではあるが、古代からかなり高地にまで集落が作られ交易が行われていたように、アジアのヒマラヤ山脈のような人石未踏の地にはならず、山脈の両側にある程度の分岐を施しながらも断絶させるようなものではなかった。河川はヨーロッパ大陸が小さいため、 アジアやアフリカアメリカのような大河がない。アルプス山脈北側は北ヨーロッパ平野などの比較的広い平野を緩やかな川が流れる。これらの水量は1年を通して変化が少なく、また分水例が低いこともあって運河建設が容易な特徴も持っており、水運を発達させやすい性質を持っている。例えばライン川はセントンクラスの船がスイスまで栄光可能である。 これに対し、地中海に注ぐヨーロッパの河川は、源流となる山脈が海に近いため短く、かつ水量が、ポー川を除きをしなべて少ない。人文地理的な区分をヨーロッパに施すと、三つの領域に分けることができる。アフリカを含めた地中海沿岸は、ナイル川流域やイベリア半島の一部を除き、およそ内陸と呼べる平野部分が狭い。そのため、各文明は、 海岸前沿岸部に形成され、そして発展は内陸よりも地中海へこぎ出す思考を強めた。これに対し、アルプス北部の西ヨーロッパには水運に適した河川が多く見られる。そのため、この地域では港湾都市が海岸線よりも河川流域で発達し、ケルン、ブレーメン、ハンブルクそしてロンドンもこの例にあたる。海岸都市はオランダなど16世紀以降にしか、 見られない。13世紀以降は、海根が、坂になり、河川地域や小宅地の海根が、坂になり、海岸線の開拓にも着手されるようになった。残る東ヨーロッパは、東ヨーロッパ平原の平坦で単調な地形が、広がり、中央アジアの草原地帯へと続いている。そのため東方からの移民族侵入に弱く、結果的に何度も選挙を許した。 ヨーロッパの防衛線は、事実上西ヨーロッパの東端となり、東ヨーロッパは都市化が遅れた。以下に、場合によっては、ヨーロッパに分類されることがある地理的意味でのアジアの国々を示す。以下に、事実上独立した地域、国家の承認を得ることが少ない、またはない国を示す。ヨーロッパは外して偏西風が吹きつける、温帯気候領域にある。 メキシコ湾流が影響し、同緯度の他地域よりも温暖である。このような条件が働き、ナポリの年間平均気温は、摂氏16度、歌詞60.8度であり、ほぼ同じ緯度にあるニューヨークの摂氏12度、歌詞53.6度よりも高い。ドイツのベルリンは、カナダのカルガリーやロシアのアジア大陸部の都市、イルクーツクとほぼ同じ緯度にあるが、1月の平均気温は、カルガリーより、 約摂氏8度、下肢15度、イルクーツクより、摂氏22度、下肢40度近く高い。細かな際では、地中海沿岸は夏に亜熱帯気候的性格を表して雨量が極端に少なくなるのに対し、冬は温暖で雨も多い。西ヨーロッパは海洋性気候の特徴を持ち、夏は涼しく冬は暖かい。季節による雨量の変化も少なくほぼ一定している。 これに対し東ヨーロッパは大陸性気候であり、夏は暑く冬は寒い。国会沿岸を除き雨量は少なく、冬には多くの火星や故障が凍結する。かつて、おそらくヨーロッパの80-90%の90は森林で覆われていた。その姿は今から1000年ほど前までは維持されていたと考えられる。花粉学研究結果によると太古には 橋は未類が主流であったが、時と共に、奈良、ニレ、シナの木が茂り、5から6世紀頃にはブナ、ツノギ、モミ、ハリモミ類が優勢になった。10世紀末 -11 世紀頃にはこれらに、白バや栗も加わり豊かな、希少を成していた。山岳地帯や北欧では、ハリモミ類が、南ヨーロッパでは、松類も見られた。ただし乾燥した地中海沿岸では、 古くから森林の発達は限定的であった。東ヨーロッパでは北部こそ新葉樹林が広がっていたが、東南部は乾燥したステップ地帯が広がり木々の成長はあまり見込めなかった。国会沿岸は肥沃な国土域であり、古代から豊かな穀物収穫が挙げられていた。これらに変化が見られたのは12世紀後半以降、盛んに広まった羊の放牧による、 森林伐採と牧草地下である。イギリス及びイベリア半島で盛んになった季節的移動牧地区、そして十一から十三世紀頃に人口が急激に増えた影響から開墾や住居地下が広がった。樹木の種類にも人間の活動による選別が加わり、どんぐりなど家畜飼料に使える種じゃね類をもたらす、ナラブのクリ類は木材用としても沈重されたが、 これらに適さない松は多くが伐採され、南欧のステップ化を促進した。現在ヨーロッパで多く見られるプラタナスやポプラ等は近年になって人間が植栽したものである。大陸という単位で見ればヨーロッパの経済規模は最も大きく2008年の資産データでは32.7兆ドルと北アメリカの27.1兆ドルを上回る。2009年においてもヨーロッパは 経済危機前の水準を上回る、総資産総額37.1兆ドルという世界、全資産の1、3を確保し、最も豊かな地域であり続けた。27カ国で構成される欧州連合のうち16カ国が、共通通貨であるユーロに移行し、世界一の単一経済統合地域を創設した。国別 GDP、PPP 比較では、 世界の上位10カ国中5カ国がヨーロッパ諸国で占められた。ザ・ワールド・ファクトブックによると、ドイツが5位、イギリスが6位、ロシアが7位、フランスが8位、イタリアが10位にランクインした。ヨーロッパ内部では、一人当たりの国民所得に大きなばらつきがある。最も高いモナコは 172,676US ドル2009年。 最も低いモルドバは 1631US ドルに過ぎない。ヨーロッパの言語は、ほとんどがインドヨーロッパ語族に属すが、一部は、ウラル語族やカフカス諸語に属し、バスク語は孤立した言語である。ヨーロッパ人はコーカソイドに属す。Y 染色体ハプログループは、西ヨーロッパを中心に、ハプログループ R1 ビット、Y 染色体が、最も高頻度に見られるほか、 バルカン半島と北欧でハプログループ I、Y 染色体、東欧でハプログループ R1A、Y 染色体、北西ヨーロッパでハプログループ N、Y 染色体、南ヨーロッパでハプログループ E1 ビット1ビット、Y 染色体が高頻度に見られる。歴史的にヨーロッパの宗教は西洋美術史、文化、西洋哲学、EU 法などに影響を及ぼした。 ヨーロッパ主要の宗教は、カトリック、正教会、プロテスタントの三様式に分かれたキリスト教である。これに続き、東南ヨーロッパ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、アルバニア、コソボ、カザフスタン、北、キプロストルコ共和国、トルコ、アゼルバイジャンで、主に信仰されるイスラム教がある。その他、ユダヤ教、ヒンドゥー教、仏教などがあり、ロシアのカルムイク共和国では、 チベット系仏教が主流である。一方で、ヨーロッパは、比較的世俗的風潮が強いところでもあり、無宗教や不価値論、無神論を標榜する人々も西ヨーロッパを中心に、増加傾向にあり、実際に、チェコ、エストニア、スウェーデン、ドイツ、特に旧東ドイツ、フランスなどで無宗教を表明している人の割合が、高い。11世紀以降、ヨーロッパは、 各都市間及び農村との間をつなぐ交通網と経済交流が盛んに行われ、日用品や生活必需品まで物需要供給関係が確立していた。そして共通のラテン語を基盤とする普遍的文化に覆われていた。この統一的な状態を破壊したものが近代的な国民国家の成立と言える。それぞれの国が個別の言語や法律などをもって、 政治的支配を施し、内政的には都市と農村の対立、外交的には分断された主義を原因とする争いが激化し、ヨーロッパの近代を戦争の世紀に陥らせた。欧州統合は通貨、経済から最終的には政治統合までを目指す活動であり、それは国民国家樹立以前の普遍的なヨーロッパを現代に復活させようという動きでもある。 そして現代的視点からすれば、欧州統合は、地方主義そして、国民国家の緩やかな否定でもある。アメリカ合衆国と被験する政治、経済共同体として、国際的な立場を強化するという点も、さることながら、思考的にも、近代的な政治区画観念から脱却し、大陸主義に立脚したものへの転換を迫る意義を持つ。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。